全ステージ外用図ジロでイタリア2007はジロでイタリアとしては90回目の大会2007年5月12日から6月3日まで全21ステージ走行距離 3486.2km で行われた悲願のジロでイタリア初優勝を狙うダニーロ・ディルーカが早くも第2ステージでマリア・ローザを奪い第4.5ステージでも堅持したが 第6ステージで大集団の中から抜け出したマルコ、ピノッティが、区間優勝のルイス・フェリペ・ラベルデと、同タイムの2位でこの区間を終え、マリア・ローザをダッシュ。ディルーカは4分12秒差の総合3位に転落。さらにディルーカはその後も、総合順位を下げていくが、第10ステージで、区間優勝のレオナルド・ピエ・ポリに18秒差の2位に、食い込み、再度総合上位圏内へ。 そしてこのステージ終了後、マリアローザは、ピノッティからアンドレア・ノエに変わるが、2位以下も、僅差で続く展開となった。第12ステージ、ディルーカは、今大会区間2勝目を挙げ、このステージで、ノエからマリアローザを奪い返す。その後は徐々に後続との差を広げ、第19ステージでは、区間2位のアンディシュレクに2分24秒差にまで、広げる。 第20ステージの個人 TT でこそ、シュレクに29秒縮められるが、結局シュレクに1分55秒の差をつけて、総合優勝を果たした。ABCDE 当初の優勝者は、アレサンドロペタッキだったが、後に剥奪された。ありがとうございます。